この光の先にある、こことは違う世界、グリモワル。そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？ええ、それでどうするどうする？グリモワルに旅立つの？私たちが思い出す思い出さないに関係なく、失った過去を知ることができるかもってことですか？はい、キップハイキン！あっ！ミラージュ？って、喋った！
and petty whisker children. King of Ding Dong Dell. Who are you? Never mind who. The question is where? They're here for you. We need to leave. For me? Can't you see? It's a coup! This is the dawn of a new era. For all Nino Kuni! Evan, you'll be a wonderful king. I know you will. But how? How can I? I've made a decision. I'm staying here in this world. With you. We serve you now, Your Majesty. This is where it all begins, King Evan. Guardians are meant to protect things, not destroy them. Something tells me it's not doing this by choice. I won't give up. I'll never give up. I promised her. I'll build a kingdom where everyone can live happily ever after. はい、バトルはこうシームレスにこのようにつながってすぐバトルになります。丸ボタンが、通常攻撃になります。今やってるのが通常ですね。はい、丸ボタンの通常攻撃ですか、小攻撃ですか。これはですね、出が早い攻撃になります。あ、もう倒しちゃった方が早いか、これ。じゃあ丸攻撃だけで倒してみましょうか。はい、ちなみに仲間は AI で今動いております。はい、はい、じゃあ続いてこのまま上に登っていって、はい、そうですね、また同じ敵ですね。はい、じゃあ続いて大攻撃を説明します。はい、大攻撃は、バスボタンです。このようにですね、攻撃するキャラクターが青いオーラに包まれます。大攻撃は出が遅いんですけれども攻撃力が強いです。はい、はい、その代わり小攻撃に、スピードで打ち負けてしまうという攻撃になります。はい、はい、なんで基本的にはこの大攻撃小攻撃をうまく使い分けて戦っていただくことです。まあ、コンボするとこうコンボボーナスですね。そうですね、ましたね。はい、これスターオーシャン3のディレクターズカットあたりかな入ってるんですけれども、攻撃モーション中にですね、他の攻撃の、ボタンを押しますとこのようにキャンセルボーナスというのがつきます。はい、はい、キャンセルボーナスは4段階ありまして、攻撃力が 100% から 125%、 150%、 175%、 200% と、はい、いうところで最大 200% の攻撃力になるというになります。じゃあ続いてちょっとガードいってみましょうかね。こいつの攻撃ガード、はい、はいはい、次、四角ボタンで、ガードになります。ガードはですね、一応こう向いてるキャラクターの向いてる方向だけなんです。ガードをしていると全方向ガードにはなります。ダメージ軽減するだけではなく、小攻撃といったような、出の速い攻撃をですね、これで潰すことができます。でさらにこのガードが成功した時にもう一回ガードボタンを押すとですね、あれうまくいかないな、なかなか敵が殴ってくれます、ね。ああ、ビクトルさん。ビクトルさん倒しちゃったな。頑張っちゃいます。はい。あ、ちなみにロールのレベルは今ロールのレベルが上がりましたね。これロールに関しては経験値別個ありまして、これをですね、つけて戦っているとロールのレベルが上がり、さらに新しいロールが覚えられるというふうにもなります。どうしましょう、ガードブレイク出るまでやります、はい、ちょっとガードカウンター出したいですね。ちょっと一回ガードブレイクは出ました、ね。はい、ちょっとこれガンガンこう自分でガンガンこう戦えばヘイトが上がるんじゃないかな。そう、あ、今ガードって出たのに先生やな、これ簡単に説明しますと、ガード成功時にもう一回ガードを押すとですね、ガードカウンターという攻撃ができるようになります。
主人公の、フィデルのガードカウンターはですね、スターオーシャン3でありましたリフレクトストライクという技になります。お手並み拝見だ。はい、頑張れ。敵がね、あんまり殴ってくれないですよ。あの自分でガンガン殴ってヘイターあげないと、ね、殺しちゃうんですよ。なるほど、これあれですね、ガードカウンター出るまで帰れない感じですかね、これね。じゃあ早く落ちないかな。ガード壊されちゃった。ちなみにこの、3スクミに関しましては、負けるとですね、この画面の横にある、リザーブゲージ、こちらがですね壊れてしまいます。逆に、その3スクミに勝ちますと、その行動に即した、ゲージが増える。逃走経路は私がナビする。ともかく走って逃げて。例の転校生ってのはお前だな。問題を起こしたら退学だからな。野郎は悪魔だ。あんな大人には絶対にならねえ。俺たちなら心を変えられんだ。私は正しいことに協力しているんですよね。そんなに内申点欲しいの？生徒会長なんてそうじゃなきゃやってらんないよね。お前自身の怒りを思い出せ。伝わってくる。これが私。これでようやく我が輩たち駆け出しだが怪盗団になれるってことだな。お前たちは余計なことを知りすぎた。私に歯向かったことを一生かけて食い抜がいい。貴様、本当にハッキングできんだよね。今度は私が助ければ。おい待てよ、俺って吊るし上げてやる。必殺のウルトラチャージ。これでもっと戦える。試してみるか。二重生活も楽じゃねえな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。笑わせんじゃねえ。お前らみたいなアホは俺の餌なの。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。汚い金にたかるはえ。うぜんだよこの成金が。お宝を狙ってきたのなら帰った方がいい。我が輩とこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。スコアさ、仲間が増えたんじゃね。こいつは意外と使えるかもだぜ。お前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。手口は分かりませんが、法治国家を脅かす危険な存在だと思います。組織がでかすぎて警察も手を焼いてる。下手に首突っ込むと消されるしね。厄介な奴らに狙われたもんだ。計画が漏れたってこと？何がきっかけで変わっちゃうの？下等め。俺たちは何を間違えたんだ？もう手遅れなんだよ。こいつら、やべえ。所詮俗人どもの遠吠えだ。おとなしくしていればいいもの。まあ近々始末する予定でしたからな。We were once a nation of hope, a beacon of light in a world of chaos. But now we are broken, filled by the lies of our enemies.My son, my heir, you are the key to our redemption. Only you can restore the light. Only you can reclaim the throne.When the night
And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid.